僕はケンちゃん、何でも知りたがりの小学生。熊本には僕の知らないことがいっぱい。友達のくまモンと一緒に熊本を飛び回って調べていくよ。もうすぐ6月、梅雨の季節がやってくるね。でもたくさん降る雨には気をつけないといけないよね。災害への備えも必要だよ。それはケンちゃんまた小さくなっちゃったね。さて、大雨などの自然災害に対する備えにはマイタイムラインがおすすめですよ。今回はマイタイムラインについて調査しましょう。県では自分の命は自分で守るという意識を高めるため、マイタイムラインの普及に取り組んでいます。マイタイムラインとは、自然災害が発生したときにいつどうやって避難するかをまとめた私たち一人一人の防災行動計画のことです。マイタイムラインを作成しておくことで、いざというときに慌てずに避難することができます。今回はここ人吉市でマイタイムラインの作成講習会とマイタイムラインを活用した防災訓練が行われています。まずは市の職員の方にお話を伺ってみましょう。マイタイムラインはどうやって作ればいいの？はい、県のホームページに掲載されている熊本マイタイムラインガイドブックやお住まいの地域のハザードマップなどを参考にすることで作成できます。市では地域の防災士や過去に講習を受けた住民が指導者となり、全住民がマイタイムラインを作成できるよう支援しています。マイタイムラインの作成後に取り組むべきことはありますか？そうですね、自分で作成したマイタイムラインを活用して実際の災害を想定した訓練を行うということが大切になってくるかと思います。特に災害時に発令される5段階の警戒レベルのうち、警戒レベル3の高齢者等避難や警戒レベル4の避難指示の発令と同時に速やかに避難すること、それから夜に大雨などが予想される場合は明るいうちから早めの避難をすること、この2点の重要性を住民の皆さんにご理解いただき、災害が発生した際には自分と身近な人の命を守っていただきたいと思います。続いて訓練に参加した人にもお話を聞いてみます。避難訓練に参加してみていかがでしたか？はい、おかげさんでマイタイムラインを作成したことでためらいなくスムーズに避難することができました。私たちの地域では避難したことを周りに示す玄関用の札を作成するなど、日頃から防災活動に取り組んでいます。今後も地域住民全員がマイタイムラインを作成し、それを活用した訓練に取り組むことで、いざという時確実に避難できるよう準備していきたいと思っています。県ではマイタイムラインの専用サイトを設けています。専用サイトでは作り方を動画で学んだり、ガイドブックのダウンロードができます。またサイト内でマイタイムラインを作成して保存や印刷することもできます。上手に活用して災害が多くなる季節に備えたいですね。次回の GO! くまモンナビは、県内企業のボスが職員や社員の仕事と生活の充実を応援するよかボス企業の取り組みを調査します。こんばんは、